Let's be positive you too. はい、どうも皆さん、こんにちは。楽に行くと、ベイです。ベイ、タケです。ビートロックは鳴り合わない。ビートロックを絶やさぬように、そんな思いをかけて活動しています。グレイ、ティーボランサポーターチャンネル、ロクに来たけ、ベイチャンネル。なんとあの、グレイ。グレイさんにも昨年、チャンネル登録していただきました、このチャンネル。そして、最近なんと、ティーボランさんにまでも登録していただきました、このロクに来たけ、ベイチャンネル。グレイ、ティーボランサポーターチャンネルとして、邁進してやっていきます。ビートロックを絶やさぬように、ビートロックは鳴りやまない。そんな思いに共感していただける皆さんは、チャンネル登録お願いします。歌ってみた、叩いてみた、ゲーム実況、エトセトラやっていることで、ロクに来たけ、メインチャンネル、チャンネル登録お願いします。はい、ステラブレイド。はい、ステラブレイド。デモがやってまいりましたよ。はい、まずね、このデモからやっていくので、そして本編がね、出た暁にはね、本編の方もやっていくので、ぜひ、チャンネル登録お願いします。はい、まずね、ステラブレード、ストーリー参ります。失われし楽園を取り戻せ。衝撃のストーリー展開が待ち受けるアクションアドベンチャー、ステラブレード。人類の存亡をかけた戦いが今幕を開ける。地球は未知の凶悪なクリーチャーに占領され、地上は荒廃し、残されたわずかな人類は宇宙コロニーへと押しやられている。敵対勢力ネイティブによって壊滅した地球を取り戻し、人類を救う使命を果たすため、コロニーの部隊に所属するイブは、荒れ果てた地上へと降り立つ。彼女は立ちはだかるネイティブを駆逐し、人類の文明の後を巡る。そして、隠された真実のピースをつなぎ合わせ、この任務が一筋縄ではいかないことに気づく。その行く手には幾重もの困難が待ち受けていた。はい、ステラブレードということでね、はい、このステラブレードね、めちゃめちゃね、魅力的な、女性キャラがね、イブというね、キャラが、活躍するアクションということで、はい、いや皆さんね、どん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 ね、このグラフィックも進化して、ね、女性キャラクターもどんどん魅力的になってね、はい、現実世界のね、現実の、女性たち負けてってしまうんじゃないかってぐらいね、どん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 こう進化してます。そしてね、まあ、あの動画もね含めて VR も進化していって、どん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 ね、プロフェッショナルなね、魅力のある女性がね、こういったね、バーチャルの世界で活躍している時代、若い子たちはね、コンプラコンプラなんて言ってる場合じゃなくて、ただただ可愛いだけで、おとなしいだけじゃ、先はないなと、自分でアグレッシブに行くぐらいのね、それぐらいの愛嬌と、それぐらいの、アグレッシブさを持たないとね、ただ可愛いだけじゃやっていけないような、それぐらい負けてしまうような、バーチャルが進化した時代ですね。はい、そんなね、ステラブレードやっていきたいと思いますので、はい。では、チャンネル登録お願いします。いきます、ステラブレード。ニューゲーム。じゃあ、やりごたえのある効果あるかな。ストーリーモード、敵が弱体化する、ストーリー集中したいプレイヤー向け。緊張感のある戦闘が楽しめる、やりごたえのある戦闘を楽しみたいプレイヤー向けのマロード。じゃあ、ネオモノモード参ります。アグレッシブに、ステラブレード。ファイナルブリーフィング送信。これより第7空挺部隊は第3地区を占拠しているアルファネイティブを駆逐せよ。最終目標はエルダーネイティブの捕獲または排除となる。まもなく大気圏に突入。おお、かっこいいね。グラフィック、フィールドを起動。すごい緻密なグラフィック、すごい迫力。おお、お、やばいぞ。やばいね、落とされるね。
ドロップポットだって。さあ、ここにイブが乗ってるのか。すごいね。無事につけるかな。やばいぞ。危ないな。まずいじゃん、イブ。この速度は。ボット07531着陸完了。物理シールド解除、ハッチを開きます。なんとか着陸した。開かない。やばいな。お願い、開いて。なんとか開けてくれ。開かないよ。どうしよう。誰か来た。おお、助かった。滝。イブ、怪我はない？ここは危険よ。捕まって。素晴らしい滝、綺麗だね。よし、捕まれ、イブ。えい。おお、イブもすごいね。魅力的。素晴らしい。おお。なんだあいつ、やばいな。合流地点、急ぐわよ。合流地点、左を任せたわ。こっちは私がやる。よし、わかった。近くでじゃ攻撃。おお、よし、行こう。はい。おっ、三角で強攻撃だ。というか、この敵がえぐいな。また敵がえぐい。気持ち悪い。ガード。うわ、キモい敵。どう、お前ら邪魔だよ。気持ち悪い。よし、さすがの戦闘スキルね。よし、目標は合流地点は2時方向、400m 先。2時方向ね。はい。さあ、プリプリの滝とイブ、素晴らしいよ。危ないぞ。危なかったわね。こっちよ、飛び越えなさい。よし、ジャンプ。お、危ない。やられて。かわいそうに。やられた。なんだこいつ。やべえな、このキャラ。こっち来た。気をつけて。未確認のネイティブよ。危ない。あ、ブロックオン。私がやるわ。お、ジャストポリだ。もう一回。よし、こうか。オッケー、ジャストポリ。はい。よっしゃ。注意して、新手よ。え、新手？どこだ？いや、こいつらエグいなキャラ。ポリ。よし、お、L1 しながら仕掛けてベータスキルしよう。これか、ベータスキル。 OK、 強い。さあ、ベータ行きましょう。 OK、 ベータスキル強かった。あ、タキ置いてかねえでくれ。素晴らしいね、このキャラクター。リーブ、平気。私のボディフレームが、これを応急処置。お、ありがたい。
ありがとう。おポーションだって。オッケー。長押しでポーション。また新手よ。どういうこと？使えないじゃん。おお、三角長押しラッシュだって。ラッシュ発動。どうだ？やばい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 。よっしゃ、ラッシュラッシュ。危ない、強えなこいつら。はい、やばいやばいやばい。ポーション使いたい。ポーション、あ、今ダメだったのか。もう一回か。ボディフレームだ。これを応急処置よ。ありがとう。長押しでポーション使う。ん？また新手よ。どういうこと？使えないぞ。あ、使ったか。あ、使った使った。 OK。 そういうことか。 OK。 もうラッシュ。はいはい。お前らよ、えぐいんだよ。あ、こういうことで。オッケーオッケー。よし、パリー。オッケー。あ、2連続やがった。浮気かと思った。お前らしぶといな。やばいやばいやばい。よっしゃ、まあ、お、かっこいい。イブかっこいいね。囲まれる前にここを離れましょう。可愛くて綺麗でかっこよくてアグレッシブ。オッケー。見えた。合流地点まであと少し。お、合流地点見てきた。こっちよ。よし、行こう。ダッシュ、もう一回ダッシュできる。ガードナーの迎撃に備えて。やばいな、グラフィックやばい。すごい、すごい迫力だ。映画だぞ。うお、危ない。うわ、すごいな、すごい爆発。危ない、危ないぞ。止まんないで行け。やべ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 。危ない。やばいぞ。どうだ。仲間がやられてる。行くわよ。やばいな。なんだやつ。すごいな。まさかあれがアルファネイテム。アルファネイテム達成するわよ。よし、行くぞ。やばいじゃん。避けろ。ああ、おお、すごい、すごいな今の。大丈夫か。やばいかな。仲間たちが、ああ、やられちゃったよ。嘘、そんな。ああ、ひどいな。全員やられてる。あんなの突っ込んできたら無理だよな。もう私たちだけ。ああ。イーブン、イーブン。しっかりしなさい。滝、集中して。うん。任務はまだ終わってないわ。そうだ。私たちの手でやり遂げるしかないの。わかった。立ち上がれ。なんだ、ナイフちゃんと。あ、こだした。こいつイブ、やばいな。強そう、あいつ。なんだ、あの目玉なのあれ、でかいの。え、目玉じゃないの、なんだろう。
危ない。死ね。パリ。よし。どうだ。ああ。きついな。避けろ。パリ。パリ。よし、OK。うわ、連続できたよ。よし。どうだ。ああ。よし。ポーション。ダメ、ポーション。よし。危ない。パリ。ああ。上から来た無理だ。危ない。よし、まだ。やばい。危ない。3回目した。危ない。よし、パリ。どうだろう、ら。ああ、ダメだ。ダメか。よし、行け。よし。どうだ。よし、倒した。危なかった。アルファではなかったけど、手ごわかったわね。いや、手ごわいって。よくやったわ。訓練より動けてた。だけど、みんなを救えなかった。あ、損傷してるな。ボディフレームの損傷がひどいわ。物資キャンプを探さないと。物資キャンプ。待って、イブ。何か音がする。え、まだやばいか。イブ。油断すな。だいぶ来た。なんだあれ。やばいじゃん。イブ、しっかりして。やばいわ。後ろ来てんだよ。ほら。なんだよ。やべえ、強そう。アルファネイティブだって。こいつが強いでしょ。さっきのやつよりも。やばいな。いけるのか、敵。イーブがあんなんじゃまずいな。私が相手よ。かかってきなさい。やばいな、イブ狙われたらやばいやばいぞ。ほら、やっぱり、ほら、待て、やばい。ああ、やられた。ああ、敵やられた。ああ、うわあ、イブ、逃げなさい。敵やられた。マジかよ、ステラブレード。いや、滝がやられちゃいましたね。えぐかった。どうなった？すごいグラフィック。なんだ、宇宙船。すごいね、この静かな場所。お、ああ、だが警戒は怠るな。あ、アダムだった。アダムというの、アダム。アルファネイティブが潜んでる。男前。らしいね。よし、着いたぞ。
俺はドローンでサポートする。え、そうなの？アダム前戦闘に行くんじゃないんだ。男なのに先に。ここがエイドセブン。エイドセブン。ああ、この地こそが人類最後の戦場。ええ。かつてメトロポリスとして栄えた町だ。メトロポリス。空から何か落ちてくる。不思議な感覚。これが地球の雨。地球観光は後にしよう。お、地球だ。今やるべきことがある。お、サイレントストリートだ。この街の地形は日々変わる。新しいミッション回収や。お、データ版更新。大気アダムだって。続いてみようか。お、データバンク。はい、キャラクター。お、滝。第7航空、第7空挺部隊の指揮官、コロニーの戦闘シミュレーションでは、誰にも負けないスピードの持ち主だとされていた。高速を意味する滝という名が付けられたのもそのためだ。第7空挺部隊は、地球大気圏突入の際に撃墜されてしまうが、任務は続行された。滝はイブを見つけ、部隊を再編成しようと試みる。しかし、ネイティブの猛攻により、滝の部隊はほぼ全滅してしまう。さらに何の前触れもなく未確認のネイティブが襲来し、タキとイブは絶対絶命の危機に陥る。絶望が迫る中、タキは自らを犠牲にしてイブを守った。さっきのところだね。希望の炎はまだついえていない。無事なのかな。お、アダム。ザイオンで暮らす回収や未確認のネイティブに襲われていたイブを窮地から助け出したが、彼女はそれでもアダムのことをすぐに信用しようとはしなかった。アダムはイブに互いの目的のため協力するよう持ちかけ、二人はエイドセブンへと向かう。まあ、さっきのところでアダムが助けてくれたんだね。はい。はい。ということでね、はい、ステラブレード、デモバージョン。いやー、どうですか皆さん。このグラフィック、そしてこのキャラクター。はい。ね、ツヤツヤプリプリ、素晴らしい。このグラフィックね、現実の女の子たち負けちゃいけない、負けちゃうんじゃないの、そんなことじゃ。はい、ということでね、今日はここまでとしておきます。はい、すぐ近くね、続きをやっていくので、チャンネル登録お願いします。それじゃ、ラックニコとベイでした。バイ。チャンネル登録ね。